どうも、外レシピの千秋です。チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、本日はこちら、オールキャンパーズジャパン来ました。はい、皆さんご存知でしょうか、オールキャンパーズジャパン、伊豆の主釣りさんヘッドライナーでやっている超イケてるイベントでございます。念願の初参戦ということで今日お邪魔しております。今日初日土曜日の朝なんですけれども、昨日の深夜まで皆さん飲んだくれてたみたいです。それぐらいお酒が好きな人たちが集まるすごく素敵なイベントと聞いてやってまいりました。ちょっと主釣りさんの今年いろいろご一緒する機会も多くてですね、ちょっと今日はね、彼らがやっている一番力を入れているイベント、お邪魔したいと思います。で、外レシピ TV に出てくださったキャンプ系 YouTuber の皆さんもですね、たくさんいらっしゃるので、いろいろお話を聞いていきたいなと思っております。キャンプフェス、これから行きたいなと思っている方もですね、このイベント5月と10月年2回やってるイベントなので、ぜひちょっと次のキャンプフェスお出かけの参考になればなと思いますので、ちょっとイベントの全体感とかも、ご紹介していけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ゆうさんです。地球案内のゆうです。よろしくお願いします。お願いします。オールキャンパーズジャパンどうですか。初めてですが、あ、すでに楽しいですね。あ、すでに楽しい。来た来た来た。あ、おはようございます。おはようございます。ハルビン、ハルビンさん、おはようございます。改めて伊豆の主釣りさん、斉藤夫婦さん、地球儀ゆうさんです。はい、外レシピ初めてオールキャンパーズジャパン参戦させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。あの人出張料理人ミツさんです。今日ちょっとミツさんと一緒にクッキングショーということで、はい、生でミツさんがガーリックステーキ丼を作って、それを皆さんに振る舞うと、そういうインスタライブ、はい、公開収録をしたいと思います。朝8時から酔っ払ってますもんね。どんなイベントですか、オールキャンパーズジャパン。全日本人類がキャンパーになれる日です。おー、日本全国全キャンパー計画ってことですね。春はお酒をたしなむ日なんで、はい、結構お酒の出店者さんが多かったり、はい、で秋はファミリーキャンプなんですけど、はい、で2回あるの。そう、年2回、うん、今回はただ春なんでやっちゃうぞ。やっちゃいますね。ハルピンさん大丈夫ですか。大丈夫です。ダメそう。もう目が腫れてました。もうアレルギーで。あ、大丈夫ですか。それぐらいね。それぐらい楽しかった。はい、楽しかったです。ゆうさん、もう一回いいですか、コメント。あ、もちろん。意気込みを。そうですね、僕の警戒もすでに突破されております。この惰性のまま行きます。お客さん結構遠いとこから僕来るんですか。そうですね、関西から来る人。そう、おお。去年韓国から来てる。韓国本当に本当に。やば、すごいっすね。すごいな。日本どころか世界に。本当ですよ。おお、素晴らしい。今日そんなオールキャンパーズジャパンをレポートしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よー、はい、ありがとうございます。こんにちは。すいません、今日よろしくお願いします。リパブリューさん、どんなビールブランドなんでしょうか。私たちリパブリューという会社のものでして、静岡県沼津市からスタートした会社になります。主なスタイルはこちらのキャンパイヘイジーのような IPA っていうビールを結構メインで使ってて、企業理念としてはスムース、テイスティ&クラッシャブルっていう、常に新しいビールを作るっていうことを念頭に置いて頑張って作っていますので、皆さんぜひ今後もよろしくお願いします。今日もみんなで楽しんでいきましょう。キャンパイ。マイク向けると結構真面目なんですね。キャンパーイ。キャンパーイ。いただきます。アイシャロさんです。竹川さんです。うまい。うまっ。これ奈良ココの里の俺っすね。そうそうそう、あ、そうです。これね、一回奈良ココの里ビアロッジっていうお店のスタッフです。皆さん行ったことありますか、奈良ココの里。ボッチさん以外ですね。めちゃくちゃいい。そう、ボッチ女キャンプさんと一緒に撮影させていただいて、その帰りに、帰りか夜か、夜ですね、二人でお邪魔しました。深酒したっていう。そうそう、懐かしい。懐かしいですね。ありがとうございます。今日はそのビアロッジでしか飲めない奈良ココペールエールっていうやつも今日限定で持ってきてるんで、はい、ぜひ
鼻に入ってくるアタック香りはもうすごいフルーティーなんですけど、はい、苦味もしっかりあるし、めちゃくちゃ飲みやすいビールなんで、ぜひぜひ。これ僕ペールエール大好きです。コアなお客さんが多いですね。あ、そうなんです。コアってどういうキャンプオタクさんが多いような気がします。あ、これそう、あ、ザ、いや、これ6周年で作ったロン、ロンティーで一応なんか6周年の6をなるほど。はい、すいません、ちょっと本日10時に行って朝2杯目いただきます。いただきます。はい、乾杯。はい、千葉さんもハムスパックみたいになってめっちゃうまい、ペールエール、はい、うん、ペールエール大好きなんですよ。そうなんですか。多分その前にも常連さん、ACJ の常連です。常連です。何回目ですか。5回目で全部来て皆勤賞です。初回から。初回からです。なんでこんなに来るんですか。楽しいからです。ACJ どういうところが楽しいですか。やっぱりもうみんなで飲んで騒いで、はい、でいい人ばっかりです。いい人ばっかり。いい人ばっかりです。なるほどね。もう楽しいです。楽しい。はい、いいっすね。あとで飲みましょう。また一緒に飲みましょう、はい、どういうふうに過ごしたいですか、はい、今日は飲んで寝るです。飲んで寝るです。寝に来た感じ。はい、うわー、楽しみましょう。楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイです。マス、お酒飲み、お酒のマスです。オールキャンパスジャパンの魅力を。魅力ですか。はい、主催の人たちに会いたいのもあるんですけど、一、はい、回来るとみんな仲良くなっちゃうんですよ。あ、でその人たちに再会したいっていうのが、はい、そっちのがもうウェイトが上がってきてます。あ、人に会いたい。はい、あ、いいっすね。ここならなんかすごい遠くの人とでももう一回会えるっていう。はいはい、ああ、そうなんですね。はい、あ、いいっすね。焚き火屋さんです。焚き火屋さん。はい、焚き火屋さんです。インスタ。インスタです。インスタ。はい。はい、ありがとうございます。今日はじゃあ、今日明日よろしくお願いします。はい。今ちょっとお酒ないですけど、後で乾杯。乾杯。うっす。また来た。また来た。何してんすか。野生のチカキが来た。ポケモンボール。ポケモン。ハイパーボールで捕まえてください。カットで。カット。以上です。ありがとうございました。今日なんかおすすめのお店ありますか。お、全部ですよ。全部おすすめです。一番は五円さんですかね。あ、今日五円の見どころは、あの初おろしのニンニク醤油パウダーですかね。お、初おろし。食べたことあります？ないです、ないです。ちょっとさっきちょっと。お、結構きたね。あ、うまいこれね、ニンニク醤油、新発売、はい、ちょっとこれを後で紹介したいと思いますんで、はい、改めて今日何名ぐらいいらっしゃるんですか。まあ、延べで1500だっけな。1800か、1800人。すげー、素晴らしい。カプお願いします。お願いします。ヒルズヒルドのアンダです。アンダさんです。はい、よろしくお願いします。皆さん、ちょっと知ってますか、この噂のレモンサワーグラス。レ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 モンサワーグラス。これ、EC でこれもう完売しちゃって、そうっすよね。5分ぐらいで全部完売しちゃって、そうっすよね。 ALC さんでございます。ラングラー乗ってる方多いっすね。わ、ランドローバーディフェンダー、うわ、かっこいい。キャンプ用の車探してる方もいると思うんですけど、普段使いもできてキャンプでも映える車、めちゃくちゃね、オールキャンパスジャパン出てます。ちょっとオフィシャルフードコーナー、こんにちは。おはようございます。見たことある人がいるんですが、ニンニク醤油粉、これの手羽と、だし巻き、あたり。これ、だし巻きを巻くコツは、巻く回数を増やすんですね。はい、増やすんですね。はい、こう薄くやって、うん、巻き回数が増えれば増えるほど、うん、食感も良くなって、だしをこう包み込むんで。もう一人ギャラリーが来ました。あ、すいません、ただのギャラリーで見たことあるギャラリーが。ありがとうございます。皆さんのだし巻きはね、美味しいんですよね。これなんか卵液には何か入ってるんですか。これはだしと、はい、砂糖と薄口とみりん、お、塩少々。いや、めっちゃいい匂い。なかなかね、はい、こんな真剣な表情見せてくれない。なかなか見せない、ね、一般の方でもできるコツってあるんですか。これはね、コツが難しいんだけど、遠心力を使うんですよ。遠心力、おー、卵の重みをこう乗せてフッてやるっていう。はいはいはい、すげえ。これお、できた。できました。やったー、よいしょー、よいしょー。うわー、うまそう。これ名付けてだし巻きです。だし巻きみっちゃんのだし巻き、いただきます。
うわ優しい。うわめちゃくちゃうまい。 YouTuber さんの手料理食べる機会ないと思うんですけど、がっつりも店舗に入ってやってますんで。あとこのニンニク醤油粉、いただきます。手羽先、うわーニンニク効いてめちゃくちゃうまい。いやめっちゃうまい、最高っす。飲んでかー。さあヘッドライナー兼オールキャンパスジャパンのプロデューサーも務める伊豆のヌシズリさん、そして斉藤夫婦のお二人、地球でユールさんに登場いただきました。よろしくお願いします。いくぞー、すごいですね皆さん、すごい盛り上がってます。この後どうなるのかまたレポートしていきたいと思います。ブルームーンでいいですか。400円です。ありがとうございます。お願いします。400円、そっから100円引きになります。マイグラスだと400円になります。マイグラスだと100円引きだそうです。立ってください。キャンペーン、企業のロゴブルームーンが出たら素敵なプレゼントが、素敵なプレゼントだそうです。いきます。当たるか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 、当たった。おめでとうございます。なんか気持ちちょっと押してもらいました。いやいやいやリアルに、はい、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いただきます。ブルームーン、ありがとうございます。いただきます。やだ当たった。ブルームーン、おしゃれなビール、いいっすね。さすが酒飲みのイベント、おはようございます。めっちゃうまいっす。爽やか、生きてる提灯見つけました。ここ台湾焼き鳥って書いてあるんですけど、はい、何ですか台湾焼き。この店舗の名前が、はい、日にも晴れにもといって、はい、日常で非日常を感じれるようなっていうことでこの料理コンセプト考えてるんです。台湾の香りをした焼き鳥のタレなんです。八角の香りがしつつ他にもちょっとスパイスが5種類ぐらい入れてるんですけど、はい、すごいこう複雑なんですけど、あ今まで食べたことあるような焼き鳥のタレが感じがすると思います。おあ結構じゃあオリジナル。あそうですそうです。あそうなんですね、はい、台湾焼き鳥、うわうまそう。タレがもうつなぎなしだね、100% 和牛つなぎなし、北台湾焼き鳥、台湾風つくね、はい、来ました台湾つくね、いただきます。うわもう匂いでうまい。いただきます。うわうまっ、脂すぎてジューシー。いやめちゃくちゃうまい。これオールキャンパスジャパン5月10月でやれば食べれると、皆さんぜひ食べに来てください。台湾焼き鳥めちゃくちゃうまいです。外レシピっていう、あ存じ上げてます。あ本当ですか、はい、あコーヒー屋さんはなんていう、ハグコーヒーって言います。静岡市に7店舗ぐらいお店構えさせてもらってて、はい、私がもともとキャンプ業界出身っていうのもあって今日は、はい、お邪魔させてもらいました。そうなんですよ。いいですかコーヒー。もちろんです。アイスコーヒー。ハグコーヒーさん、どら焼きがあれなんですか、売りなんですか。どら焼き一押しです。うちのエスプレッソと白あんをミックスして、うん、老舗のあんこ屋さんに作ってもらってるハグドラっていう名前で。ハグドラめっちゃうまそう。めちゃくちゃうまいです。これは妥協なしで。妥協なし。美味しいです。うおじゃあこれいいですか。嬉しいです、はい、お酒のおつまみに豆菓子も今日持ってきててハグナッツっていう。ハグナッツ、じゃあマヨにしようかな。マヨ玉にしますか、はい、すいません。じゃあ、はい、静岡ハグドラ、やばこれやばくないですか。ハグドラうわこれめっちゃうまいな。
コーヒーあんみたいな感じですかね。コーヒーの風味をして、何より量がすごい。いやうまい。ありがとうございます。あ、うまい。すっきりしてめちゃくちゃキリッとしたコーヒーですね。すごい美味しい。マヨの甘初めてです。ハグナッツ、いただきます。うわーうまい。サクサクして、あ、やっぱマヨが入ってるからもう止まんないやつですよこれ。永遠に食べれる。いやーうまい。めちゃくちゃうまい。はい、ということでオールキャンパスジャパンいかがでしたでしょうか。2024年5月の、サンライズお届けさせていただきました。本当にぬしずりさん、みつさん、斉藤夫婦さん、ゆうさん、いろんな方に、出会えてよかったなと思っております。そして何より、あの、来ていただいている方々がめちゃくちゃいい人ばっかりで、あの、声掛けいただいてキャンパイばっかさせていただきました。これ、あの、一旦5月のレポートではあるんですけれども、10月に3セットをやりますので、秋のキャンプフェスをお探しの方、ぜひこのオールキャンパスジャパンめちゃくちゃおすすめです。めちゃくちゃいいイベントなんで、ぜひ次の、フェスの参加に、検討していただけたらと思います。そして、このフェスの中で、あの、先ほどやったんですが、外レシピクッキングショーということで、出張料理人みつさんの、ライブクッキング、ガーリックステーキ丼作りました。それはですね、切り出して次の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思ってくださったら、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。